はい、どうも皆さんこんにちは。イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。今回駄菓子屋引き物系第27弾はこちらの筋肉マン2世の引き物でございます。筋肉マン2世、まあ皆さんもご存知の通り、筋肉マンの子供ですね。1988年から週刊プレイボーイにて連載されました。さあ、その頃の週刊プレイボーイを買うには、まあ僕は普通に買えた年でしたけど、まあ結構ムフフな雑誌でしたので、小さい子供は買えなかったと思いますが、まあ週刊、なぜ週刊プレイボーイなんでしょうか。まあ途中からね、なんか集英社の方に、映ったようですが、まあ、初代筋肉マンよりかは、まだ多少、記憶がはっきりしてるかなっていう感じはしますが、さあ一番先頭にセイウチンがいますが、こちらエンボスでしょうかね。エンボスカードみたいな感じですけども、まあさすが1980年代後半ということもあって、カードの質もかなり上がっております。さあそれでは早速このね、エンボスカードみたいなのが何枚出るでしょうか。早速いってみたいと思います。はっ、おガゼルマン、筋肉マン2世と組んでたガゼルマンですね。はっ、おっと、これバッファローマンかな。あー、レジェンドね。バッファローマンは確かレジェンドと呼ばれてましたね、そういえば。これはテリーザキッド、テリーの息子。はっ、お、筋肉マン太郎です。これ名前もちょっとどうにかならんかったね。マン太郎。はっ、テリーマン。いやー、この服着てもあのハルク・ホーガン、ハルク・ホーガンやな。この指先がなんとも美しい。お、お、マックスマン、ちょうどこの時じゃないですかね、エアーマックス流行ったの。ナイキのエアーマックスが流行って、 それでかな。アレキサンドリア・ミート、これミートくんか。あー、そうか、次世代の正義超人をサポートするためにカプセルで眠っていました。だから今でも昔と姿が変わらないんです。そうかそうか、そうやったような気がする。はっ、ラミートくん。はっ、過激なルシのブリッジトくん。えぐいなこれ。はっ、バカ。はっ、お、きたー、ガゼルマン。おー、これは相当かっこいいね。人気ら。裏は何もない。はっ、ニュージェネレーションね。セイウチンってこれ、ドレッドヘアじゃなかったかな。これ、初めの方ドレッドじゃないんか。どうやったか。はっ、お、どういう状況。ケビン・マスク、ロビン・マスクの息子かな、これは。ロン毛がマスクからはみ出しておりますが。はっ、よいしょ。ほっ、あ、セイウチン。この人本当はセイウチンかなりの実力者でしたよね、確か。ほっ、ブラッドキラー、覚えてない。新世代悪行超人第1号。ほっ、お、ラーメンマン来たー。ちょっと昔のラーメンマンよりヒゲが長いような感じがします。ほっ、あー、キングマン、コントロー。ほっ、エリーザキッド。ほっ、あーっと、なんだこれ、アナコンダ。ほっ、伝説の猛牛バッファローマン。なんかバッファローマンすごいな。昔パーマでしたよね。いつの間にかストレートになっとるやないか。バッファローマンどうしたんや。イメチェンしたバッファローマン。パーマ屋さんも潰れたんかな。はっ、偉大なる父筋肉マンの実力、筋肉マンがヤバヤバです。リーザキッド。はっ、お、きたー、サンシャイン、懐かしい。サンシャインもなんかシワ、シワ、ブロックやのにシワがある。でもおじいちゃんになってますね、サンシャインも。体ガリガリ、足細い。でもあそこ結構パンパン。ケビンマスク、今時の感じですね、ケビンマスク。ちょっとこれですよ、悪魔超人といえばこういうね、感じのデザインですよ。てるてるボーイ、でん。あ、あー、来た、カレクック。カレクックはなんか年いってないな。あ、
目打ち。あっ、あー、うほー、ロビンマスクにマスクにヒゲがついております。そんなバカなー。あっ、ベリーマンとベリーマスと、あっあっ、あ、別におじいちゃんになっても服は今着てもいいと思うんですけどね。なぜ股間だけ継ぎはぎにしたんでしょう。あっ、あー、テリーザキッド。ということで、この表紙の合わせ、表紙と合わせてキラは3枚でした。駄菓子屋引き物系第27弾をお送りしました。筋肉マン2世。さあ、どん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 昔のレトロな引き物を引いていきますので、応援登録お願いします。それでは、さよなら。